皆さんこんこにちはワーーールドラバーマーケットのぐっちぃです今回は用具についてやっていこうかなと思いますで今皆さんにあったラケットの合板構成について、はい、あのメリットデメリットなどを紹介していきますで結構やっぱ全国回ってますとあのやっぱり弾みすぎの用具もしくは弾まなすぎの用具もしくはパワーがないのにもかかわらず パワーが出ないいラケットを使っているもしくはパワーがあるにもかかわらずさらにパワーを求めすぎて吹っ飛ばしていく方など、まあ、あの本選手本人に合ったラケットっていうのをちゃんと選ばれているかって言われると、まあ、エアシー部分が結構多かったので、まあ、今回本当に皆さんが今必要なラケット合っているラケットはどれなんだっていうのを、まあ、合板構成で5枚合板、7枚合板特殊素材の外側特殊素材の内側そして極薄カーボン などまあそういうのもいろいろ話をしていこうかなと思います。で今日ので、自分はどのラケットが今、種類的に合っているのかっていうのはまあ分かるかなと思います。なので、よかったら参考にしてみてください。でまず最初に五枚合板ですね、五枚合板です。まあ、エヴァンフォルツ 5, 5ですね。をちょっとまあ試しに今持っているんですけど、やっぱり五枚合板のまあメリットっていうのは、まず最初に安定重視ということですね。安定性がやっぱりその 5枚5番7枚5番とかそういういろんな種類がある中でもやっぱり一番安定するタイプですねそして回転が一番かかるタイプのラケットですね安定重視回転重視のラケットになりますであと他にいいところっていいますとあの適度な弾みあまり弾み的には強くない方ですのでなのであの台上処理細かい技術がやりやすいですねあとは打点を落としても速くしても入りやすいってことですね やっぱ五枚合番のいいところは、その、古戦を描きやすいです。直線的な球は出しにくいんですけど、山なりのボールを送りやすいために、後ろからでも山なりのボールを出せる。速い打点でも山なりのボールを出せる。ということで、打点を落としても、速くしても、自在に打つことができます。安定思考、で、回転重視。で、初心者の方ですと、やっぱ体を使って打つっていうのを、最初のうちに覚えておくことが必要ですので、 こ,こを5枚合番だと持つ感覚が強いので、体を使って飛ばすということができます。特殊素材系のラケットを最初に使いますと、やっぱりあの体で飛ばすというよりかは、体を使わなくてもラケットが飛んでしまうので、体を使って飛ばす感覚がちょっと覚えにくいのかなと思います。なので、そういう意味で5枚合番は体を使うということがまあ身につきやすいです。なので、5枚合番の役目としてましては、ショユーザーの人は、 体を使って打つ、あとは回転をかける感覚などを身につけるためには5枚。で、そのままレベルアップして、高校、大学と、まあ、レベル、自分の実力が上がっていくにつれ、7枚5番、特殊総にテンションユーザーの方は移行する方が、あのまあ、勝ちやすいのかなと思います。まあ、この5枚はやっぱり、その技術を覚えるという意味では、すごくいい板です。で、粘着ユーザーの人は、ずっと5枚5番でも大丈夫です。回転重視のサーブ、ドライブ、カウンターなどの回転量を重視する方は、 まあそのまま5枚5番を使ってていいいいただいている方も非常に多いです、まあ、そういう意味でまあ5枚はまあ回転と安定ということをとにかく意識していただいて自分の得意なスタイルが回転と安定重視でしたら5枚5番をまあチョイスするといいかなと思います、まあ、5枚5番のデメリットはやっぱり弾みが弱いということになりますのでやっぱそこがあの弾みが必要なプレーがいるなと思ってきた方々にはまあ5枚5番を卒業していただくっていう感じの方がイメージ的にはいいのかなと思います ではは今度は7枚合板ですね7枚合板のメリットはやっぱりあの威力が出るで相手の球に押されにくいであとはボールを掴む木材独特とあの独特の掴む感覚がありながら飛ぶっていうことなのでまあ回転もかけやすい方なのかなと思いますなのであの結構あの特殊素材が苦手な方その特殊素材の硬い感覚が苦手な方が 弾みを求めて7枚合番に行くっていうのが一般的に多い流れですね。なのであのまあ最初5枚合番を使ってそこから弾みを強化したい方は特殊素材か7枚かどっちかにこうやって流れるんですけどまあそこでこの木材の本来の持つ感覚とかしなる感覚を重視したいならやっぱり7枚の方が持って打ちやすいですね。でまあただでも7枚合番はちょっと重量があります。 パワーがある高校生とか大学生が使う方が多いかなと思いますね。で、まあ、これが振り切れれば、すごいパワーが出ます。7枚は。ずっしりとした重いボールが行きます。特殊素材よりも、さらに重たいボールがいくのが、やっぱ7枚の特徴ですね。なので、やっぱ7枚を使っている選手っていったら、ちょっとなんか、パワフルな感じ、パワーヒッターみたいなイメージがあると思います。やっぱりまさにその感じで、まあ,あの、力がある人が、ぜひパワーを意識する人は7枚を使ってもらいたいですね。 本当に卓球をある程度1、2年やり込んだ方からが、7枚5番の選択肢としてはありなのかなっていう感じがありますね。なので、そういう感じです。とにかくパワーヒッター用ラケット、重い球、重量のある球、出したい方は7枚5番を選んでください。で、その後次は特殊素材ですね。特殊素材で、今度は外側のカーボンタイプですね。外側にカーボンが入っているタイプは、やっぱり打球感、硬くて、弾きがいいです。 でやっぱ初速も速いですので前でパン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 速い卓球をするのに適していますでカーボンというから後ろから強烈な球が出せるかっていうと実はカーボン系の外側のラケットっていうのはまっすぐ飛ぶことが多いためにあんまり後ろに下がると軌道が直線的すぎてネットミスが多くなったりしますなので実は特殊素材の外側カーボンはちょっと前寄りの方が前陣寄りの方がいいのかなと思います、まあ、今のの両ハンドの速い卓球 まさに前で速い卓球このカーボン系だとちょうどやりやすいと思いますね速いピッチでパン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 やるタイプが向いていますで今の特殊素材のカーボン系は軽いのも中にはちゃんとありますので力がない方が逆にカーボンを使うとパワーが出るようになりますしあの力がある方もちょっと重めのカーボンタイプのラケットをら持てばそれはそれでまたパワーが出ますなので、まあ、特殊素材の外側のカーボンは今幅広いあの選び方ができるのかなと思いますね なので、速い卓球。まあ、女子とか男子でも、ピッチとか前の速い両ハンド系を使う人は、ぜひ、飛ぶ素材の外側を使ってみてください。まあ、これのデメリットとしましては、やっぱりちょっと直線的に飛ぶために、打点を落としたプレーがやりにくいってことですね。なので緊張したときに、入れようと思ったときに入れにくいです。やっぱ5枚合板の方、7枚の方が、木材の本来の持つ感覚が強いですので、あの、ビビったときでも、 落ととしてかけるっていうことあります特殊素材はちょっとそういうのも難しいかなと思いますやっぱポーンと離れるのが速いた丸が速いラケットですので、まあ、そういう緊張した場面ではちょっと難しいとこがありますただまあ慣れれば問題ないっていうのもありますが、まあ、そういう意味で、まあ、ある意味まあ両ハンドの速い卓球をやりたい方はそしてあの特殊素材のもう一つのタイプですね内側に特殊素材が入っているタイプですねノードゼロイオンなそうなんですがまあ最近の多くなってきているラケットの一つですね このラケットはやっぱりあの特殊素材のカーボンの良さと木材ののみの5枚合板などの良さのまあいいとこ取りをしたような中間段のラケットですねまああのカーボンの反発力も欲しいでも木材本来の持つ感覚回転をかける感覚も欲しいっていうそういうどちらも欲しい人のために作られたような感じのラケットですでやはりこのラケットはどちらもタイプ的にできるということもあり 前でも後ろでもドライブが振れます。前陣でかける、中陣でかける、まあオールラウンドですね、前でも後ろでも両ハウンドが振れます。なので、外側カーボンは結構前で速い卓球が主流だったんですけど、内側カーボンは前でも後ろでもプレー領域を選ばないドライブスタイルに向いているのかなと思いますね。で、あのちょっと緊張したときも打点を落として持つっていうことができます。なので、やっぱりそういう意味では、あのまあ、緊張したものの強いラケット。 とということになりやすすいで,すで重量の面も重くないで,すなのでまああの非力な方もすぐできますし力のある方も重いラケットにあのラバーを重くすればしっかりパワーのあるボールが出せると思いますやっぱり結構万能タイプっていうことですね内側カーボンは結構万能ですでもやっぱりでも私的にはちょっとやっぱカーボンの感覚が気持ちやっぱ残ってますのでどうしてもカーボンの弾ける感覚が嫌いだなっていう方は やはい、そこはやっぱ5枚合板か7枚合板にシフトした方がいいのかなと思いますね。まだやっぱ半分残っているって感じですね。カーボン、外側カーボンはカーボンの打球感が10としたら内側カーボンタイプは5です。半分残ってます。半分カーンっていうこう速い感覚がなってます。で、木材のみはカーボンの感覚が0ですっていう感じですね。だからそういう選び方ですね。まあでもカーボンの打球感が好きな方や気にならない方はもう本当に オールルララウンドにレベルが高いいケットだと思います、ね、で今度はここにはちょっとないんですが極薄カーボンのラケットですねで最近あの薄いカーボン素材というのも流行っていますでそのか薄いカーボン素材が外側に入っているタイプ内側に入っているタイプ、まあ、あるんですが極薄カーボンは外側のカーボンタイプよりもカーボンの感覚がなくてさらに内側カーボンのタイプよりももっとないですなのでかなり板に近いですかなり5枚合板とかに打球感は近いです 5万円5番の打球感と内側のカーボンのラケットのまたさらに間っていう感じですね。なのでカーボンの間隔が10、5、0だとしたら2.5って感じですね。カーボンの間隔が2.5あるって感じです。もうほとんど分からないです。あ人によってはカーボンって言わなければ普通に打っててあ木材5板のラケットだねっていう風に言う方もいると思います。もうそれぐらいカーボンの間隔がないラケットです。でも強打をドーンとした時に極薄カーボンのいいところは チャンスボールをしっかり打ち込むとやっぱりカーボンのポーンっていう速い球っていうのが出てますでも柔らかいタッチでは5番のみの,その柔らかい持つ感覚が生きています、まあ、これも結構絶妙なバランスですよねだから極薄カーボンはあんまり使っている人はいないんですけどでも結構あの基本性能は5番と一緒です柔らかいタッチループドライブつなぎ系打点落とすプレーなどは大体5枚5番と同じような性能を発揮してチャンスボールとかの時に特殊素材の カーボン系の速さが出るっていう感じですねなので極薄カーボンも結構重量的にも軽いものが多いですしあのかなりおすすめしやすい5枚5番は安定と回転が重視でももうちょっと威力があともう少し欲しいっていう方にちょうど極薄カーボンラケットっていうのがドンピシャで合う流れですね強烈な売りはないんですけどオールラウンドに扱いやすくて強打時にスピードが出るっていうラケットになります カーボンの感覚が嫌いで木材のみの打球感が好きだけど弾ませたいっていう方の中で7枚はちょっと重たいなっていう方はちょうど極薄カーボンぐらいのラインが OK なのかなと思います、まあ、そういう感じで、まあ、選んでもらえたらなと思います、まあ、今今日言ったのは基本的なその5番構成のタイプの特徴ですなのでまあそういう意識を持って、まあ、選んでくれたらなと思いますありがとうございました